では、今回令和2年度埼玉県鍼灸師会第1回学術講習会、テーマはスポーツ鍼灸ということで、講演2の講師に田中義和先生を、招いて行います。はい、私埼玉県鍼灸師会学術委員の小峰と申します。本日は田中先生との、学術講習会直前対談をさせていただきますので、田中先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、田中先生のプロフィール、講師略歴をご紹介させていただきます。先生は1969年生まれで、清涼高校を卒業されて、在学時は3年間野球部に所属されていたということで、その後1991年中和医療専門学校を卒業され、アンママッサージ、指圧師、針師、灸師の免許を取得されております。その後東洋医学研究所黒野康蔵先生に師事され、修行されたということですね。で、1998年からは金沢で双葉鍼灸治療院を開院し、現在に至るということです。で、スポーツ関連の、略歴なんですけども、1995年から愛工大名電の高校野球部選手の施術を、名古屋でされていたと。で、その後1998年から、現在に至るまでは、清涼高校野球部のチームスタッフを務められ、日頃の施術とともに、大会等にもトレーナーとして帯同されております。はい、はい、参加団体としたら、公益社団法人の石川県鍼灸マッサージ師会で、公益社団法人の石川県鍼灸師会に、所属されております。はい、やはりここでね、先生の経歴で、目を引くというのか、注目したいなと思うのが、清涼高校の野球部のチームスタッフなんですけども、こちらはずっと1998年から勤められているということですよね。はい、そうですね。はい、開業時から、現在までということで、はい、北信市大会とか甲子園へ帯同しているという形ですね。はい、でやはり去年の成績がね、そうです ね、はい、いい経験させていただきましたんで、ねえ、はい、素晴らしい経験ですよね、あれは。はい、あの期間はずっと甲子園にいらっしゃったんですか。そうですね、去年の、2019年の夏は、はい、18日間、はい、甲子園にいました。はい、はい、ほとんど治療院での仕事をしてません。ああ、そうでしたか。じゃあその辺の内容もぜひ、はい、当日に公園の中に、ね、そうですね、はい、もっと詳しく聞かせていただき、はい、散りばめたいと思います。はい、はい、思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、では、先生のスポーツ歴をお伺いしたいんですけども、はい、先生はどういうスポーツをやってこられたんでしょうか。ほぼ野球ですけど、はい、小学校、3、4年ぐらいの時から、はい、高校3年間、9年間ですね、はい、野球、ほぼ野球漬けという感じですか。実は小学校4年生、
5年生の途中まで1回、柔道を、はい。はい、1年半ぐらいですけど、はい。柔道を1回やったことあるんですけど、うん、まあ、ほぼ、野球ですね。野球大好きなんで、もう、はい、野球しかやってこなかったというふうな感じでしょうか。うん、はい。最終成績はどの辺まで行かれたんですか？いや、僕は、はい、補欠でしたんで、レギュラーじゃなかったので、はい。はい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 。だから、はい、逆に補欠だったから、こういう道に進んだっていうこともあるかもしれませんね。あーチームの中で何をやれるかっていうか、はい、うんうん、考えると、レギュラーを支える、仕事は何かということで、僕はキャッチャーやってたんで、あ、そうですか。で、エースの球を取ったり、ピッチャーの球を取ったり、うん、そういうところで、まあ、裏方みたいな形の、はい、気持ちというか、うんうんうん、心っていうのは、そういうのができてきたかもしれませんね。それでこういう仕事についたかもしれません。あ、はい、あとは、そのもともと星稜高校野球部のトレーナーが、治療、体の治療していただいてまして、僕もよく補欠ですけど、よく怪我したので、はい。はい、でその時に、あ、こういう仕事は野球に、ずっと携わっていけるなというようなことを思って、うん、高校2年の時に、はい、こういう治療の、はい、あり、まあ、その時接骨院ってあんまり考えなかったんですけど、あり、はい、鍼灸の道に進もうかなと、うん、鍼灸の道 と、野球の審判、プロ野球の、はい、審判、その時はあんまりそれ調べてなかったんですけど、はい、審判になる、これどっちかしかないなと思って、はい、高校2年からずっと過ごしてました。ああ、そうですか、はい。やっぱキャッチャーというポジションだから、ね、審判、はい、審判もやっぱり、まあ、そのボール、球筋とかも見やすいっていうことなんですかね。そうですね。ね、そういう面白さというか、はい、そういうのもあったの、うんうん、で、はい、で、それで、名古屋の方に、この、そのトレーナーの先生、トレーナーの先生がちょうど全日本鍼灸学会の昔の石川地方会というのがあったんですけど、はい、会長さんやられてた先生で、あ、そこから名古屋の東洋医学研究所に紹介されて、で中和医療専門学校に行ったと、はい、はあ、はい、そんな経緯があるんですよ。あ、そうでしたか。ありがとうございます。はい、いえいえ。はい、ありがとうございます。はい、では先生、この、今回、先生に講演いただくのがですね、はい、アスリートに対する鍼灸師の役割ということで、はい、星稜高校野球部のトレーナー活動を中心にということで、はいはい、講演をしていただくので、ちょっとこの見どころを教えていただけますでしょうか。そうですね、まあ大体21年間ぐらいですかね、もうほぼ本当に星稜高校野球部のトレーナー活動しかしてないというようなところがあるので、まあ、その辺から得た、高校野球部のトレーナー活動から感じたことというか、まあ、総括的なことと、あと日頃、やっぱり失敗の繰り返しでもあったので、はい、日頃を、ほんじゃ何を、やってるのか、トレーナー活動として、球場に行って、練習とか練習場見ながら何をやってるのかとか、はい、あとは、まあ、新鮮なところでは、はい。まあ、ヤクルトスワローズの奥川、はい。はい。巨人の、はい。山瀬捕手ですね。山瀬慎之介というね、はい。捕手がいた、星稜高校の時代、
2019年夏の18日間、はい、帯同したトレーナー活動を少し、入れながら、交えながらですね、はい、ちょっと裏話的なこともちょっとさせていただきながらやりたいなと。いやー、聞きたいですね。素晴らしいバッテリーでしたからね。そうです、ね、最高でした。でもいい経験させてもらいましたし、はい、その中でもまた失敗談 などもありますので、はい、まあ、失敗ばっかりしてますけどね、はいはい、まあ、実技はですね、そんなに、はい、いろんなあのトレーナーが今全国とか世界で鍼灸師が活躍されているので、はい、そんな素晴らしい治療が僕はやってるわけじゃないので、じゃ例えば肘が痛い場合はこういう鑑別しながら、こういうふうに針をして、運動法するとちょっと楽になりますよと、痛みが取れますよ、というようなところとか、まあ、あとその試合前の針治療とか、はい、そういうようなところを少し交えながら、まあ、基本的なあの治療方法、はい、実務で少しだけ披露させていただきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はいはい、はい、じゃあ先生、今夜はありがとうございました。ありがとうございました。当日こうやってリモートでね、ズームのオンラインセミナーという形で、やらせていただくんですけど、はい、まあ、ね、何かと、まあ、不都合というか、もしかしたら不具合が生じるかもしれないんですけども、はい、まあ、一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はいはい、はい、19日の、学術講習会、はい、埼玉県鍼灸師会主催ですので、はい、皆さんぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では先生、失礼します。はーい。